小倉競馬第2競走2歳未勝利戦、芝の 1800m、 5頭で争われます。正面スタンド前からのスタートです。朝からいいお天気です。青空の下、各馬の枠入り順調。最後5番のモアリジットが向かいます。促されて5番ゲートスムーズ、これで5頭全馬ゲートの中、体制完了。スタートしました。綺麗に揃いました。横に広がっての先行争い、まずは4番のナムラエデン、内からは1番のコートリーバウ、さらに間2番のオーケーカルメンが3番手、1馬身4番手に3番マイヌルトゥルネ、その外に接近する5番のモアリジットという体型で、各馬1コーナーのカーブを迎えます。横に大きく広がってコーナーワーク、先頭は1番のコートリーバウ、リードを1馬身、2番手2番のオーケーカルメン、3番手から2番手に外並んでいく4番のナムラエデン、あとは1馬身差、内に入って5番のモアリジットが4番手、半馬身外3番マイヌルトゥルネが最後方、5頭ほぼ一段で向こう正面へとこれから入っていきます。逃げる1番コートリーバウ、リードは4分の3ぐらい、2番手2番のオーケーカルメン、外に並ぶ4番ナムラエデン、2番手が2頭、そのうち半馬身差5番のモアリジットが4番手、そして1馬身差最後方3番マイヌルトゥルネで向こう正面の中間を通過、3コーナーに向かいます。残り800を通過、 1000m は60秒9で通過しています。5頭がほぼ一塊、先頭は1番のコートリーバウ、体半分のリード、4番ナムラエデン、さらに間からは2番のオーケーカルメン、ナムラエデンが600を切って前に並んできました。最後方から外から上がっていく3番マイネルツルネ、さらに間からは2番のオーケーカルメン、前は4頭一段、それを見るように1馬身差5番のモアリジット最後方、さあ残り400を通過、さあ先頭は今度は4番ナムラエデンか、内でコーナーワーク、1番コートリーバウ、2頭が並んで直線へ、さらにその2頭の外に出して3番マイネルツルネ、うちの2頭の間を狙って5番のモアリジット、残り200を通過、さあ先頭は1番のコートリーバウ、外から5番のモアリジット、さらに外から4番のナムラエデン、間から抜けたのは5番のモアリジット、2番手は外から4番ナムラエデン、コートリーバウは3番手、モアリジットゴールイン、2番手4番ナムラエデン、3番手1番コートリーバウ、その後に3番のマイヌルトゥルネ、5番手2番のオーケーカルメン、直線を向いて3頭の争いでしたが、中から伸びたのは5番のモアリジット、デビューから3戦目で初勝利です。そして外から4番ナムラエデンがそれを追って2番手、3番手内1番のコートリーバウ、コートリーバウは3番手でした。勝ち時計1分51秒0、上がり4ハロン50秒0、3ハロン37秒0でした。正面の掲示板、1着5番モアリジット、段の体制騎手、2着4番ナムラエデン、3着1番コートリーバウ、4着3番マイネルトゥルネ、5着2番オーケーカルメンです。確定までお待ちください。小倉2レースが終わりました。5頭の争いでしたが、5番のモアリジット、1コーナーから2コーナーで段の騎手が内に入れて、最後も内をさばいてきたという競馬になりましたけれども、はい、見事3戦目での初勝利となりました。52キロ長島真奈美騎手のナムラエデンが最後2着に上がりました。3着に人気のコートリーバウという入選順になっています。ロードカナロア3区モアリジット、5番4番1番ですと2番人気4番人気1番人気での決着となります。単勝5番 3.7倍、枠連の発売はありません。馬連4番5番 13.5倍、馬単5番4番 22.1倍、三連複1番4番5番 2.7倍、三連単5番4番1番 34.4倍です。デビュー戦9着で2秒5負けていたんですけどもね、はい、モアリジット3戦後1戦ごとに着順をしっかり上げてきてという今日の初勝利となっています。